海と日本。海をもっと身近に。内陸の子どもたちが魚をさばき料理して岩手の海を学びました。3、2、1、オープン。現れたのは宮古市思えから届いた魚たち。普段見たこともないような多様な魚に子どもたちは興味津々です。これ、なんだっけ、なんか青なんちゃらかちゃら、青、惜しい、青じゃない、赤だっけか、赤だ、赤やがら、すごい。魚をさばくという日本古来の調理技法を次の世代へ継承するとともに、豊かで健全な海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げる取り組み、日本さばける塾。この日は8組の親子が参加。海水温の変化や定置網漁の様子など海の環境について学び、魚の三枚おろしにもチャレンジしました。ここにお尻の穴があります。そこから包丁を入れて内臓を取ってください。さばいたのは基本のアジと思いで水揚げされたショッコ。はじめ恐る恐る包丁を入れていた子どもたちですが、サポートを受けながら上手に右の身、左の身、中骨に切り分けていました。さばいた魚はフライや焼き魚、煮魚と分担して調理。浄法寺漆器に盛り付け、遠野市で育てた新米と一緒にいただきました。岩手県で獲れたちょっと魚とは思えないほど美味しかったです。もう一回家とかでさばいてみようとか思いました。豊かな三陸の恵みに触れ、子どもたちは学んで美味しい一日を過ごしました。海と日本プロジェクト in 岩手は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録をよろしくお願いします。